第3ステージ初挑戦は橋本浩二と新生2人、2大会ぶり2度目となる新世代のリーダー、さらにオールスターズ武田俊博、この7人の中に完全制覇者がいる。完全制覇するためにもここも通過点にしたいです。まさにこの男はファーストステージセカンドステージと勇往邁進の快進撃を続けています。2大会連続2回目のサードステージに進出、しかし兄貴分である漆原はすでにいません。この男がサードステージに消えた瞬間に今大会の世代交代はなくなります。この男の両肩にかかった予選会組の思い、そしてサスケオールスターズを倒すんだという思いがこの男の肩にのしかかっています。サスケ新世代の騎手菅野仁志24歳が行きます。今大会の世代交代はなし。世代交代を告げるためにはこのサードをクリアするしかありません。夢であるサスケ完全制覇、24歳菅野仁志がこの後に控える武田長野を先んじてこのサードステージを乗り越えることができるか。人差し指中指の間に挟んで進む、するしかありません。武田俊博、長野誠の前に、そしてサスケ新世代世代交代を目論む男たちのその希望が菅野にかかっています。さあ反転して下る、まだまだ余裕がある。そして前回ねじ伏せたクリフハンガー、成功のイメージはあります。武田長野に続いて3人目、前回大会でこの新クリフハンガーをねじ伏せた。大学時代は体操部に所属、懸垂は大の得意です。10メートルの綱登り、わずかに8秒です。さあ菅野行く、はい、さあ時代を変えるためにはここを越えなければいけない。さあ時代を変えられるのか菅野。さあ飛んだ、ここも来た、はい、菅野まず飛びついた。さあ2本目、体を振って3本目、そして4本目を選ぶのか。まず1本目ジャンピングバー、体を振っての2本目、余裕があるぞ3本目、問題ないか4本目。さあ前回はここで予想以上に二の腕の力を使った、今回は握力腕力を徹底的に鍛えてきた。あっと大丈夫か、歯を食いしばりながら登っていく、足を使ってこの板に手をかけた。この男に世代交代を託す者たちの声援、仲間の声援、ここで前回は苦しくて鉄の棒を触りコースアウトしたが、今回は同じ鉄は踏まない。顔の右半分を痛まにこすりつけながら肩で息をしています。その息遣いがこちらまで聞こえてくる。時代を変えろ、この男は新世代の希望の星だ。行ったか、行ったのか、緑のバーに足をかけた。左を見れば青く輝くファイナルステージ、前回涙を流しながら自分はここが目標ではないと言った。その目標というのはもちろんファイナルステージ、その頂にあります。前回の漆原のようにサスケの神はこの若者を新世代の騎手として選ぶか。さあ再びサスケの神はこの男を選ぶのか。さあ苦しくなった、体を振る、どうだサスケの神はこの菅野を選ぶか、どうだ、飛べ。
携帯でサスケに挑戦できる筋肉モバイル。アイモードでは早くも新サスケ2007秋のファーストステージを配信中。ヤフー携帯、イージーウェブでもサスケゲームが楽しめる。今すぐアクセスせよ。苦しくなった。体を振る。どうだ。サスケの髪はこの間を選ぶか。どうだ、ごめん。飛んだ。カットやった。世代交代の波は。嬉しいです。サードステージのこの赤いマットの感触はいかがですか？最高ですね。もう一瞬落ちたかなと思ったんですけど、気が済みました。ファイナル僕の調子で最後なんで絶対登ります。おめでとうございます。ありがとうございました。前回のファイナリスト漆原の分、そして予選会の男たちの分、様々な男たちの思いを背負ってこの最後のエリア、その使命を胸に必死に体を振る。この後の武田と長野に大いなプレッシャーをかけた24歳の若者、前回の悔し涙が今回は嬉し涙に変わりました。ファイナリスト、その称号は特別なもの。史上最高レベルの7人が揃ったサードステージではありますが、そうやすやすとはファイナルステージの切符は渡さんとばかりに、8つのエリア、まさに8つの関所が男たちをふるいにかけています。2001年春第7回大会ファイナル以来、8年半ぶり3回目のファイナル進出はなるのか。帰ってきました、サスケ唯一の解禁賞、長谷川サービスステーションメディアマネージャー山本慎吾が挑みます。6大会ぶりのサードステージ、ぶりに見る山本のサードステージでの勇姿。さあどうした、外れたと言ったか、今肩なのか持病の肩か、痛いと言っている。目を馳せます。サスケに出て自らの夢を39歳で叶えようと一人もがき苦しむ日々です。かつて高校時代は陸上競技 200m20秒88、 これは当時の日本高校新記録。大学時代にはアジア選手権 200m 優勝、91年世界陸上日本代表としてもいい、腕の角度もいい、これは速い、あとは着地だけ。168cm58kg、 このサードステージに進出した中では、さあ右に登っていく、さあここだ、しっかりと曲がっている、段差50cm、緑山だ、夏長野だ。元日の夜、この銀に光り輝く鳥居の境内を抜け、先の本丸ファイナルステージに進むのは7人中一体誰か。すでに1人の男が消えました。25歳のこの男も時代を変えん、自分のインストラクター橋本浩二、25歳です。前回大会で悲願のファーストステージをクリアしてきました。日本体育大学の体操部の OB。 さあまず1本、
そしてその先にある2本目、左手をかけました。金属音を立てながら先へと進んでいく。やや時間がかかったか、13秒。初めてのサードステージにしてはしかし上出来です。続いて大きく体をまず揺する。 1m30cm 先、右の腕で掴んだ。そしてすぐに左、長さの違う7本の命綱。さあ7本目、ゆっくりと下っていく。これは上々の滑り出し。日体大体操部卒業。静かに音を立てずに進んでいく。これなら悪魔も目を覚まさぬか。体を反転、下りは6段。さあ進んでいく。さあ右斜めに上がって体を振っていく。さあ初めてのシンクリハンガー、切った。一気にいくぞ。25歳の、さあ 2m、 気持ちを止めて漆黒の闇に飛び出した。橋本ここもクリア。さあ2本目、冷たさを感じ3本目、ここから勝負の4本目。さあここから飛び込んでまず1本きた。さあ体を大きく振って2本目。上空から見ればわずかにサードステージもこれだけの距離かと思いでしょうが、しかし男たちのドラマはこの8つのエリアに凝縮されています。橋本、李延智、そして漆原、コング高橋、なんと5人連続のファイナリスト誕生です。2010年のサスケはどこへ向かっていくのか。もはや新世代もオールスターズも、そして国境もない。いよいよ群雄割拠の戦いとなりました。しかしあえて言わさせてもらいます、サスケオールスターズ唯一の生き残りとなりました。この男の後ろにもう長野はいません。唯一のサスケオールスターズ初のファイナリストになれるのか。史上最強の消防士武田敏郎、34歳が挑みます。サスケオールスターズの者たちの無念の分も晴らせるのか。さあ武田が行く10回目のサードステージ。サスケオールスターズは消えてはいけない、存在の、そんな存在になってはいけない。さあ静かに体を揺すりながらスタート。 1m30cm の間隔、ロープは得意中の得意。今大会は進退をかけて山田が挑んだ、山田が消えた、まさか100番の長野までが消えた。気がつけば残ったのはこのオレンジパンツ。20回の出場、なんと13回目のサードステージ。ただ武田はファイナルに進んだことはありません。板をきしませながら下る6段武田。はい、しかし長野誠は言いました、俺がファイナルに連れて行ってやる。さあその気持ちを背中に受けて武田敏郎、唯一のサスケオールスターズの挑戦が続いています。オレンジのパンツに、そして紺の T シャツ、体を振りながら、さあ武田離すぞ離した、立とうとしましたが、武田の二の腕、両手の握力はもう残っていませんでした。地上からは必死に長野であり、山田であり、そして白鳥文平であり、山本であり、そして秋山であり、男たちの声援がこの男の背中を押していました。